はい、それではですね、DE10 の、熊谷貨物ターミナル解体待ちの DE10 の車両レポート、次は階段降り歩道橋から降りて、次下からちょっと撮影してみたいと思います。熊谷貨物ターミナルの DE10 はこの通りまだ健在ですね。未だ留置されたままなんですけど、これいつ解体されるんですかね。まだ留置されてるんですよ。これだっていつ解体されるか本当気になりますよね。この解体待ちの日々を送る DE10、 なんか本当にかわいそうですよ。本当にかわいそうなディーゼル機関車だよこれ。だって4両だもんさ。だっていつ解体されるかもわかんないんだよなこれ。いやこれ DE10 の背後に鉄塔入るとなんかもっといいですよねこれ。もうディーゼル機関車がお好きな人にマジで忖度したいですね。先ほど上から見たんですけども、上から見るとサビがちょっとひどい。ボンネットとかのサビがもう本当にひどいですね。またサビがこれひどくなってきてますね。もうこれはいつ解体されてもおかしくはないですけど、1両はやっぱりどっかで保存してほしいなと思うんですよね。これ1両を保存してほしいといえばどこで保存すればいいかな。1両は鉄道博物館で保存してほしいけど無理だよなそりゃ。おお、また例の国鉄コンテナ。まあ今国鉄は JR に民営化されたもんな。国鉄といえば JNR だよね。これは国鉄マニアに忖度だな。やっぱりまだ留置されてんのか DE10。 うわー、なんか横からこうやって間近で見るとなんかこれ何号機だ、1102か。いや1102の方がなんか特に色落ちがやばいなこれ。うわかわいそうだなこれ。うわ色落ちがなんかまたひどくなってきてるな。いや本当にこれいつ解体されてもおかしくないですけど、本当にかわいそうなディーゼル機関車だよこれ。やっぱり上から見るのと下から見るのと横から見るのってどっちなのかな、どっちがいいのかな。これどっちでもいいけどな。上から見るか下から見るか横から見るかといえば、打ち上げ花火上から見るか横から見るかですよね。まあ俺だったらどっちでもいいし、やっぱりいろんな角度からやっぱり撮っておきたいよね DE10 なんですけども、こうやってこれ下から見るとすごいですよね。40連がこうやって横から撮影できるしすごいね。これ横から見るとこんな感じなんですよね DE10 なんですけど、確かエヴァンゲリオンの旧作品だとこれ DE10 の40連がなんかあったんですよね。これがエヴァンゲリオンの新劇場版上だったら DD51 30連だったんですけど、この DE10 のディーゼル機関車ってこれ横向きで運転するんですよね。東武鬼怒川線とか真岡鉄道、渡良瀬渓谷鉄道もこういうディーゼル機関車がなんか観光列車として運行してるんですよね。ただ東武と真岡だったらなんだっけあの機関車、補助機だっけ、確か補助機関車だよね。後ろ押しのなんか補助機関車とかで運行してることがあるんですよね。あ、そうだ、真岡鉄道だったら入れ替えとあの SL 真岡下館到着後の DL 真岡号として運行するんですよね。いや本当にこの DE10 すごいな。まだ留置されてるのか。解体はいつなのかな。ちなみに俺 DE10 で特に
お好きな D10 といえば、これ五能線でかつて運行していた幻の初代観光列車、あの D10 経営の50系客車の魔改造車、いわゆるノスタルジックビュートレインが俺好きなんですよね。 D10 なんですけど、俺 D10 といえばどっちかといえばノスタルジックビュートレインのイメージがあるんですよね。あと富良野線の富良野、あと富良野線の富良野のロコ号も俺一回乗ったことあるんですけど、そうだよね、そうか、富良野のロコ号はあら D15 だっけ、確か D15 だよね、富良野のロコって。富良野のロコは確かあれ D15 だった気がするんだよな。でもインターバンさんもな、でもインターバンさんが鉄塩中川駅の表彰式の帰りに D15 に初対面とは本当嬉しかったな。逆に俺だったらこの熊川貨物ターミナルで解体待ちの D15、 あ、 D10 の40連の解体待ちか、これ本当映しときたいよな。ただこないだの SL 文化号はD10 がなんか検査入院でいなかったのが残念だったんですよね。まあその代わりとしてやっぱりこの D10 の解体待ちのこう車両レポートはやっぱりやっときたいですよね。特に1102号機ですよね。これなんか色落ちがなんかひどいよ、これサビもひどいし、これ本当にいつ解体されてもおかしくないですよ。本当にせめてな、1両はどっかで保存してほしいんだよな。1両保存してほしいところといえば鉄道博物館と松戸の昭和の森とか、あとどっか D10 を保存してくれるようなところってないよね。多分絶対ないよね、そんな余地ないもん。鉄泊だったらそんな余地はねえか、保存できるスペースないから無理だよな。どっかでな、これ保存してくれたら嬉しいんだけどな。あー、この D10 の背後に入る鉄塔、これなかなかいいな。これ絶対さ、マジ忖度してえな、鉄塔が好きな人、鉄塔好きな人にこれ忖度したいな。ところで鉄塔マニアっているかな、わかんないけど。いやー、 D10 が買いたいって悲しいよなこれ。いや本当にね、まだまだ健在で留置されていて、これ解体本当にいつになるかが分かんないんだよな。やっぱり D10 ってどっちかといえばやっぱり撮影するんだったら上から撮った方がいいよね。なんでかっていうと、こう熊川貨物ターミナルはこの歩道橋があるから、この歩道橋の上からやっぱりコンテナと背後に入れたり鉄塔を背後に入れて撮影することができるから、こう車両基地とかコンテナ貨物ターミナルのその敷地の上をまたぐこの歩道橋がいいですよね。この歩道橋でやっぱり撮影した方がまだいいですよね。まあ下からだとちょっとな、このなんか国鉄コンテナがちょっと妨げなんでちょっと残念なんだよな。まあいつ解体されるかわかんないからもうじっくり映そう。ちなみにこの鉄製のカゴ、これなんだろう、なんだろう、気になるな。よし、最後は D10 じっくり映すか、はあ、あとこれ機関庫ですよね。これちなみに機関庫ですよね。シャッターはあるけど、なんかこれトーマスのワンシーンにありそうですよね。この車庫ディーゼル整備工場思い出しますよね。これディーゼル機関車の車庫だよね。検査場なんかな。すごいなこれ。よし、最後はこの D10 バッチリ写しとくか。
いつ解体されるか分かんないからな。いやー、次 SL 体重取り行くときは今度は D10 がバッチリ映しておきたいですよね。 DL 体重取りたいよな、どっちかといえば。俺 DL 体重一回乗ったことあるんだよな。 DL 体重反対からもやっぱりこれ映さないとダメか。はぁ、最後はじっくり映そう。この D10 いつ解体されるか分かんないけど、あとそうだ、 D10 で特に忘れていけないのはあの11の大震災だよね。あの11の大震災後、磐越西線を乗り入れた臨時貨物列車ですよね。あの磐越西線を迂回した郡山行きの DD51KE の燃料タンク車が磐梯町沖縄島間で立ち往生しちゃったことあったんですよね。その時にそのいつでも後ろ押しの補助機として発車を待っていた会津若松運輸区の DE10 が出動して、後ろから力いっぱい押して立ち往生した DD51 の燃料タンク車を救助したことがあったんですよね。でも忘れちゃダメだよね、あの DE10。 これもよく写しとこう。せっかく来たんだからじっくりやんないと。よし、もうちょっと上から撮るか。やっぱり上から撮った方がいいな。この辺にするか。ああ、こういうのがいいか。鉄塔入るともっといいよね、これ。うん。念のため、これ早めに見に来てほしいな。はい、それではですね、以上をもちまして、熊川貨物ターミナル解体待ちのディーゼル機関車 DE10 の40連の車両レポートはこれで終わりにしたいと思います。いつ解体されるかわからないんで、これ見に来たい方はなるべくお早めに来てください。で、DE10-40 連の熊川貨物ターミナルで、解体待ちの DE10-40 連、こう、解体する日がありましたら、そう、情報をコメントでください。それでは、熊川貨物ターミナル DE10 車両レポートはこれで終わりにします。それでは。